はい、YouTube 開始しました、放送開始いたしました。ちょっと待って、地図見よう。治安、アメリカと同じぐらい危ないですね。これ乗ってった方がいいのか。乗ってくか。乗っていこう、これ。よいしょ。気温はね、暖かいですね。今日は暖かいです。今日なんか日差しが強い感じですかね。よし。サカテガスから出発しました。のどかですね。スピード出るな。結構スピード出てますね。坂道だから結構スピードが出る。あー、いい道だ。次の町行ってみましょう。ブレーキがちょっと緩い。ブレーキが甘いんだよね。あれ、この道合ってんの？もう一回地図見よう。はい、次はね、グアナファトに向かってますが、グアナファトまで3日ぐらいかかるのでね、今日は、なんていう道町だっけな。今日は、アグアスカリエンテス。アグアスカリエンテスです。そうですね。まあ大丈夫でしょう、天気。雨降ってもね、全然走れますので大丈夫です。左の建物、こういうところです、左の建物。綺麗ですね、左の建物ね。メキシコのスタート地点はブログを見ていただければわかると思いますが、ラレド、ヌエボラレドです。ホテルかな？マンションかアパートですかね。メキシコね、なんか開発とか工事多くてね、いろんな建物ができたり、道路が新しくなったりしてます。
喉乾いたな、飲みたい。とにかく飲み物が欲しいな。まあ、これからね30キロ間隔でね街があるので、そんなに補給には困らないです。喉乾いた。まあ何も飲んでないから、まあ、お腹はいっぱいなんで食べなくて大丈夫ですね。水飲み物欲しいな。コーラとか。アグアスカリエンテス、オッシー、グラシアス。今何時？時間ね、そうです、出ます。ありがとうございます。まあ110キロぐらいなんでね、多分6時6時ぐらいには到着すると思います。夕方6時ぐらいか。休憩込みで6時ぐらいには到着してます。うわー、落ちた、危ねえ。携帯落ちた。やっぱ振動が多いとね、こういつの間にか外れてったりします。あ、逆になった、逆さになってる、今逆さになってる。まあ今日の道はあんまり大したことないですよね。あの坂道が多い感じだな。あの下り坂の話です。下り坂が多いので今日は楽だな、多分。コンビニないかな。イエーイ。応援してくれるな、みんな。いい朝ですね。いい走り始めですね。応援してくれるみんな。こっち行こう。こっち行って反対側の車線に行って走りましょう。うわ、走るかな、これ。地道で行った方がいいのかな。あ、地道で行った方がいいな。こっちで正解だわ。降りた方がいいわ。いやー、でもな、どっちから行った方がいいんだろう、これ。結構危ないよな、45号線。結構危ないな。結構車通ってるね。はい、ありがとうございます。
暑くないです、涼しいですね。ここ2500メートルなので標高涼しい。ほらほら、気づいてないかな。YouTube の話ですか。 YouTube もあんまりマイク風防良くないので風の音は結構来ると思います。マイク良くないです。アメリカでなくしちゃったんでね。うわ、ちょっと段差がすごいな。まだ段差結構あるな。うわ無理かこれ、いけねえな。いけないね。向こう側いけないな。結構まだ都市部だから道が複雑ですね。道のがいいのか、逆車線だけど、逆車線だけどこの道の方がいいね。逆車線だけどこの道の方がいいや。難しいな、この道。スリッパがなぜそうになった。走りにくいな。そうですね、東京大きな台風が来てるみたいですね。これ行くしかないな。右の路肩は狭すぎてこれ行くしかない。難しい道だな、行けないね。スリッパで行ってます。そうですね、 YouTube の方がアングル違うのでね、大きな視野で見れますね。一応走りにくいな。すげえ段差が。右行こうかな。
いや、靴よりね、サンダルじゃないと暑すぎて蒸れちゃうのでサンダルです。靴も一応持ってますが、サンダルで行きます。これからも走りやすい道って名前でしょうね。この大都市過ぎればね、ずっと直線になるので基本的にはいいんですけど、ここまだ悪いね道が。道があればいいんだけど、ないからな。あ、右もあるか。右できましたね、道が出てきました。右に行きたいけど渡れないな。渡れないな、渡れる場所ないな。たら渡れる場所あるでしょう。よいしょ、段差上げすぎるな。そうですね、自転車乗ってる人いないですね、ほとんど。いないです。ここから行けそうだけど、おー来た、自転車乗り、自転車乗り来ました、前から。あー横切っちゃった、ロードレーサーでしたね。速いやつ。そうです、 MTB だったら楽ですね、こういう道は。ロードレーサーいたな。あ、しばらくこっちしか走れないかもな。わー落ちた。携帯落ちた。振動でね、やっぱどうしてもね、振動でもどんどん揺れてくるから、細かい振動で。あ、自分は全然問題ないです。